ミパラの音楽室。はい、こんにちは。ミパラの音楽室始まります。ゆうじ先生です。ミパラです。はい、ミパラくん、こんにちは。こんにちは。今日はね、音楽しりとりをやってみようと思います。しりとり？しりとりやったことあるかな？ルール知ってる？知ってますよ。じゃあね、今日の音楽しりとりは音楽用語とかね、音楽に関わる言葉でしりとりをしていきましょう。そんな、僕はまだ習い始めたばっかですけど。そうだね、だからね、ちょっとね、ハンデをあげます。ハンデ？うん、これそれは何ですか？これは音楽辞典で、中にね、いろんな音楽用語とかね載ってるので、ミパラくんはこれを見てもいいです。いい、やったー。で、勝負しましょう。でも制限時間10秒。10秒？うん、わかりました。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。じゃあミパラくん行くよ。はい、よろしくお願いします。こっちから行くね。え？はい、ミパラのララッパパじゃあ気を取り直して第2回戦いってみましょう。じゃあまたこっちからいくね。ピアノのノノクターンミパラくん、しりとりのルール知ってる？知ってます。うん、うんが出たら負けだよ。じゃあ第3回戦いきます。楽譜のふ、譜面台。いちょう、歌。タンバリンさあ第4回戦。次は僕から行きます。ドルチェ。チェンバロ。ロー、ロー、ロー、ロック。クラーベ。ベルリラ。ラレンタンド。クライスラー。ラ。ラ。ラ。ティ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 。ラルゴ。ゴトコフスキー。キー。キューフ。不協和音。音楽用語ってね、意外とんで終わるものが多いのかな。そうですね、思いついたらんがつきます。そうだね。というわけで、皆さんも試してみてください。さい。さよなら。さようなら。